んにちは、トクハメンです。今回紹介するのはこちら、ミニ土振りアラメと土入れスコップタイプです。サイズは18センチです。こちらはダイソーさんで100円の商品になります。材質は鉄で亜鉛メッキがされています。保管するときは錆びないように注意した方がいいと思います。網目です。深さは約 4.5 センチあります。網目の内径は約5ミリです。土入れスコップタイプです。非常にがっちりしてます。こちらはダイソーさんで100円の商品になります。約 400cc 入るようになってます。長さは約 13.5 センチあります。一番深いところで約8センチです。現在趣味でガーデニングをやってます。ガーデニングといっても植木鉢に花を育てているだけです。今年は金魚草を育ててます。こんな感じです。この金魚草はちょっと前に発芽して、やっと本葉が出たばっかりです。そろそろ間引きを始めたいところです。植木鉢で植物を栽培していると、植物が枯れて根を土から取り出すときにどうしても根がちぎれて根がたくさん残ります。そんな時にこちらの商品があれば、土をこちらのスコップで取ってこちらのふるいに入れて、ふるいにかければちぎれた根がこちらに残ってかなり便利だと思います。ただどうしてもアラメといっても5ミリ角なので、赤玉土の小粒でも落ちそうもありません。ただミジンは落ちるので、根と赤玉土はこちらに残って根が取りやすいと思います。実際金魚草が枯れるのは11月頃なので、こちらまだまだ使いませんが、早めにちょっと買ってみました。今回の紹介はミニ土振りアラメと土入れスコップタイプでした。